竹製のザルザルとは竹の白片やプラスチックなどで編んで丸くくぼんだ形に作った器のこと。ザルとは竹の白片やプラスチックなどで編んで丸くくぼんだ形に作った器のことである。特許庁の文書では食品や食器などの水気を切るのに用いる洗浄のものを編んだ構造もしくは底部に穴が開けられた構造になっている容器となっている。漢字では ザルと角が、これは竹で編んだ器を意味する。元来は竹を細く薄く裂いたものを模状に編んで作られた容器である。日本に古くから伝わる民具としてのザルは竹を編んだものであった。だが、近年は針金を編んだ金属製のもの、合成樹脂製のもの、無数の穴が開いたボールのようなものなども多く普及している。大きさ、深さ、形状、網の目の粗さなど、 非常に多様な種類がある。なお、同様の道具でもある程度深いものは、カゴと呼ばれることが多い。ただし厳密な区別があるわけではない。水切りなどの目的で一時的に食材を乗せる用途のものをザルと呼び、保存などの目的で一定期間内容物を入れておくためのものをカゴと呼ぶとすることもある。この他類似の器具に、るいがあり、用途によって区別される。 日本以外でもパスタの湯切りや野菜の水切り等にコランダーやストレーナーと呼ばれる水切りが使われるが日本ではこれらもザルと呼ばれることがあり線引きはやや曖昧であるもともと漢字ザルやザルヒモロギという語がありザルヒモロギが日本においてザルと添加したと推察されている和名類受賞ではザルヒモロギの訓として麦すくひと記るし 面類を茹でるための卓劇だと位置づけている。また、室町時代中期の辞書、科学集には、ザルヒモロギの音として、総理、君として、イカキと記述し、みそろくなり、みそこしなり、みそこし、である、と解説している。なお、江戸時代より、以前の辞書のほとんどが、ザルヒモロギを、イカキや、イガキと呼んでいる。江戸時代中期の方言集、物類証拠には、 この種の器を、紀内及び欧州にて、伊カキ、江戸にて、ザル、西国及び出雲、岩見、加賀、越前、越後にて、背受けと運と解説されている。この中から、江戸方言の呼び方であるザルが、標準語の呼び方として残った。地方によっては馬蹄型をしたザルを、将棋と呼ぶ。群馬県沼田市には、ネリの鈴将棋と呼ばれる。 伝統工芸が伝わり、うどんやそばなどの水切りなどに用いられる。いくつか分類法がある。一つには材質に着目して、竹猿、ステンレス猿、プラスチック猿などと分類する方法がある。他にも、形状に着目して、盆のような形状の猿を、盆猿、深みのある丸い形状の猿を、丸猿、亀の甲羅のような形をした猿を、亀猿、四角形の猿を、 角ざる,ざるの目が大きなルを目ざる、柄がついているざるを柄ざるなどと分類する方法もある。猿ははある時には料理材料の水切りに使われるが、他にも盛り付けなど様々な用途がある。一つの用途は食材の水洗いをし、しかも洗っている最中に食材が散乱したりしないように留め、その後にその水分を切るために用いるというものである。 なおその円の一部分が穴の開いたザル状になっているものもある。これは水を溜めて使う用途と水を切る用途の両方に使える。柄付きのザルで行う湯切りうどんやそばを茹でた後にうどんやそばの表面の湯を切るために使うこともある。麺をザルに入れたまま湯につけ調理し、その後にザルのまま湯切りをするために使われる場合もある。うどんやそばの調理に使われる湯切り専用の取っ手付きの ザルは、水の王という、振りザルや、揚げザルとも呼ばれる。さぬきうどんの再調理などには、形が小さく不底ぞこの特殊なザルを用いるが、鉄砲ザルと呼ばれる。その名の由来は一説に、玉を入れて茹で上げるからと言われている。梅干しを作るのに使われているザル。食材を日干しにしたり、陰干しにしたりするため、いわゆる、干し物を作るために使われることもある。 例えば、梅干しを作るためにも使われるし、薄くスライスした野菜を干して、干し野菜を作るためにも使われる。蕎麦を盛るのに使われたザル。こうした提供のされ方をされると、蕎麦はザル蕎麦や盛り蕎麦となる。蕎麦やうどんなどを盛り付け、ザル蕎麦、盛り蕎麦、ザルうどんなどとして客に提供するためにも使われる。 商店の店頭で商品を展示、販売するために使われることもある。かつてはカワウを、土壌などを取る時の道具としてもよく用いられていた。潮干狩りなど、目的のものを砂から分別する場合にも使用される。また大型のザルは、稲や蕎麦等穀物の昔ながらの手作業の脱穀に使われてきた。ザルは大きなものは通さないが、液体や細かなものは通してしまうことより、 チェックなどが甘いことを、ザルのようなと表現することがある。また、液体がいくら入っても溢れることがないことから、大量の酒を飲んでもなかなか酔わない人のことを、ザルと呼ぶことがある。笑いという漢字は、もともとは竹冠に、犬と書いたものであったとする説がある。その説によれば、犬に竹ざるをかぶせると、前がよく見えないためにずるずると後ずさりし、 その様が笑いを誘うことが語源であるとする。サラダスピナー。切って洗った野菜などを内部のザルに入れ、蓋をして赤いハンドルを回すとザルが回転し、遠心力で水を切る。サラダ用の野菜の水切りやパスタ類等の湯切り用の製品として、容器の内部に深いザルが収めてあり、これを付属のハンドルと歯車あるいは引き紐によって、高速で回転させること。なお、 業務用のものにも遠心力で野菜などの水切りをするものがあるが大容量であり専用の脱水袋に入れて本体にセットし電動で高速に脱水できる。ありがとうございます。